バンプマッピング、バンプマッピング、バンプ、マップは、レンダリングするオブジェクトの面の方線に対する揺らぎを、ハイトマップ、工程マップで調べて、抗原計算の完了前に、各ピクセルに対して適用する CG の技術である、具体例は、フォンシェーディングを参照。出力結果は、より豊かで細かくなり、自然界に、固有の細やかさにぐっと近いものとなる。 ジム・ブリンが1978年に公表したゲームなどの 3DCG 表現において2000年代以降はバンプマッピングよりも高度な方線マッピングが一般的に使われている。高さの情報しか保持できないバンプマップに対し、方線マップでは XYZ の角、方向の情報を保持できるのでより正確な表現ができる。しかし、 放線マップは何らかの専門ツールを使って出力する必要があるのに対し、バンプマップはペイントソフトなどを使って手書きで簡易に制作できるメリットがある。2010年代以降のゲームでは、下マッピングのようなさらに高度な手法も一般的に使われている。バンプマッピングや放線マッピングでは、オブジェクトのテクスチャの位置はそのままで濃淡を変化させて、 陰影を表現するだけだったので、大きな凹凸を表現する際はかなり不自然な結果となったのに対し、視差マッピングでは、オブジェクトのテクスチャの座標をずらして表示するので、より正確な表現ができる。しかし、バンプマッピング、光線マッピング、視差マッピングのいずれでも、オブジェクトの形状自体は元のオブジェクトそのままであり、そのためオブジェクトのシルエットは変化しない。 そのためリアルな表現ができる、質素マッピングでも、オブジェクトのシルエットの付近の表現は、不自然な結果となる。2010年代のゲームでは、負荷が高すぎるために使われていないが、映像などのプリレンダリング CG などでは、さらに高度なも、一般的に使われている。バンプマッピングでは面の方性を変化させ光の当たり具合を変えて、あたかも凹凸があるかのように見せているだけであり、 機械学的な形状は元のオブジェクトそのままだったがディスプレイスメントマッピングではオブジェクトの形状自体を変化させるのでより正確な表現ができる 3DCG のプログラマはバンプマッピングをシミュレートするために算術的に低コストな疑似バンプマッピング技術を使うことがある面の方線を書き換えるのではなくテクセルのインデックスを書き換える手法があり 2D のバンプマッピングでよく使われる NVIDIA g e f o r c e 2クラスの GPU ではハードウェアレベルでこの技術実装している非常に単純かつ高速なレンダリングのループで簡単に実装できる全画面 2D 記事バンプマッピングは1990年代のデモプログラムで視覚効果として多用された正式なバンプマッピングではハイトマップを決めて 各ピクセルの計算用ベクトルを利用する。すべてのピクセルに対して X と Y の勾配を計算するためには、わずかなコードの追加だけで実装でき、より複雑な実装法もある。最終目的は、傾斜を計算するということであり、コードの複雑さは重要ではない。次に、コードは方線を正しく調整するための、方線情報が収められたバンクマップの U 軸と軸の情報でこれらの、 点計算を揃えるように作られる。その後、点形的な光源処理では、グラフのような特定の範囲内で、マップ内のベクトルの方向を、光源の方線、XYZ の各点の計算結果と比較して、方線の UV テクスチャのピクセルの影を調整する。もし点がより光源に向いている場合は明るくなり、点が光源と違う方向に向いている場合は、より急激に暗くなる。 初期のシェーダーモデルから低解像度のフィルタなしスペキュラーのように低解像度のライトを使用した場合、アニメーションのスイープのように見え、これがどのように動くのかを間近で確認できる。ベクトルをピクセルごとに計算するのではなくあらかじめ準備しておく。方線マップでは色としてマップ内に方線ベクトルを格納する。光源の点から X と Y の処理までは同じである。 描画に必要なパスの数及びテクスチャレイヤーの量により、正式なバンプマッピングの一部のケースでは、エンボスバンプマッピングより低コストにできる。正式なバンプマッピングが一つの追加パスあるいは、テクスチャレイヤーのみで処理を完了できるのに対し、エンボスバンプマッピングは2、3の余分なパスを使う。方線マッピングは一般にマルチチャンネル構造である。ために、複数のパスが必要なので、 光線マップよりも、また低コストである。安定した正式なバンプマッピングには、GPU 内に組み込まれたシェーダープログラミングユニット、バーテックスシェーダーあるいは GPU に接続された、専用のベクトル演算ユニットのいずれか必要である。GPU は、マルチパスレンダリングの機能を持っていなければならない。さもなければ、二つのテクスチャレイヤーという制限により、 バンクマップだけが唯一利用可能なテクスチャ効果なる。ソニーコンピュータエンタテインメントの PS2 に搭載されたエモーションエンジンはベクトル演算ユニットでバンクマップを取り扱うことのできる実例である。スはバンクマッピングの操作に使える GPU シェーダーではなく2つのベクトルプロセッサを搭載した。このシステムではピクセル単位の計算を 片方のベクトル演算ユニットで続けている間にハートマップを独立して計算できる。しかし、この能力はゲーム機が寿命に近づきのようなゲームが登場するまであまり使われなかった。スノ PlayStation 3、Microsoft の Xbox と Xbox 360、そしてほとんどのパーソナルコンピュータで利用されているグラフィックスカードではピクセルシェーダーを使って バンプマッピングを実行する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。